はい、おはようございます。はい、今ね、岐阜県揖斐郡のね、見下ろしが無事終わりました。ありがとうございます。ただいま8時35分。はい、さあ無事にね、今日もはい、すんなりと下ろしてもらいましたよ。さあ今から積み込みに行きたいと思います。まあもうね、はい、お分かりの方がおるかと思いますけど、次のね、荷物もはい岐阜県のね、いつもの瑞穂からのね、積み込みになります。まあなんでもうペペッとね、こっから20キロぐらいですけど、もうペペッと行っちゃいましょう。で、今日ね、お昼弁当もないし、はい、何もないんで、もう積んだらね、そのまま帰っちゃいます。てかすごい、昨日ね、昨日ね、夜中ね、着いて窓開けて寝てたらね、めちゃめちゃ花粉でやられましたね、鼻なんかダメっぽいですね。なんか鼻がムズムズしてくしゃみも止まらんかったですね。かといってね、窓閉めると暑いし、もうあげれたんですけどね、めちゃめちゃ鼻が花粉でやられております。まあ、あとはね、とりあえず揖斐川の堤防をね、走っていこうかと思います。はい、あの堤防走っていけばね、すぐ瑞穂市なんで、まあ早く行って、あのね、順番待ちをしたいと思いますよ。とりあえず着く頃にはね、9時過ぎ、早く行って受付したいですね。最近ね、まあ、早く積み上がってるんで、まあ、今日も早く積み上がりたいんでね。次の信号をね、はい、左へ曲がります。昨日ってかね、あの夜ね、ここ走ってきたんですけど、めちゃめちゃいい道でしたよ。信号もないし、すんなりと走っていけますね。今日は揖斐川の堤防をひたすら走っていきましょうよいしょ、よいしょ。さあ、あとここからね、はい、のどかな堤防を走っていきます。はい、のどかな堤防です。まあ道もね、結構広くてね、走りやすいんでね、まあ狭いよりかは全然いいですよ。なんかもっと狭いね、ところもあるんかな。昔ラジオとかでね、よくあの揖斐川の堤防でトラックが落ちてたとかね、よくね、あの事故情報で流れてましたけど、ここのことではないような気がしますね。もっと狭いところがあるんでしょうかね。さあ、あとはここの堤防をね、ひたすら走っていけば瑞穂市なんでね、もうちょ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 って曲がってお客さんのところ行きたいと思います。さあ、でははい、積み込み頑張っていきます。ではでは、後ほど。はい、揖斐川の堤防でした。はーい、さあ今積み込みが終わりました。ただいまね、12時ちょうど。はいはい、あれから9時半過ぎに入ってね、9時半じゃないわ、9時過ぎか、ね、9時過ぎにね、入って、はいこの時間になっちゃいました。まあとりあえずね、午前中には積み上がったんでね、あとはぼちぼちと会社へ行きたいと思います。さあ、今日はね、ちょっと待たされたというか、積み込み自体はね、早く呼ばれたんですけどね、荷物がね、全然
できてなくてもう30分1時間ボケーっとしてました。まあね、それなりにトラックも入ってこんかったしね、とりあえずぼちぼちと積む感じで、はい、積んでました。てかね、花粉がすごい、なんかすごいなぁ。外出てね、作業してただけでもう大変です。マスクもしてるんですけどね、なんか何の花粉やろうなぁ。めちゃめちゃ、はい、大変です。鼻声でしょうかなり鼻がやられております。あとはぼっち蔵と帰りましょうかね。今日はもう仕事終わったし、はい、ありがとうございます。まあね、関東行って帰ってきて、え、じゃあな、今週の頭はね、関西行って関東行って帰ってきて、でね、早く帰れるんなら最高ですね。まあ今日はね、もうお弁当が、はい、ないのでね、あとお家でご飯食べたいと思いますよ。明日はね、はい、いつも通りなんで、あの北陸へ行きます。まあ富山ね、行きたいと思います。おっと、おーい、行ってくれ。携帯見とったのかな、だからずっと下向いてましたけど。さあ、よいしょ、行きましょう。あとね、気をつけて向かっていきたいと思います。ではまた明日。はーい、はい、おはようございます。はいさあ、昨日ね、岐阜県瑞穂市で積んだ荷物が今日ね、はい、今富山県富山市で一箇所目を下ろしました。ありがとうございます。今8時20分。さあ、昨日はね、もう積んでそぞくさと帰って家でご飯食べて、で今日はね、今日で朝から富山一箇所下ろして、で、あともうね、もう一箇所あるんですよ。もう荷物的にはね、半分なんで、残り半分二箇所目で下ろしたいと思うんですけど、とりあえずね、10時から10時半っていうね、予約なので、まあ2箇所目行くか、手前でちょっと時間合わせてね、2箇所目の方行きたいと思います。とりあえずこっからね、7キロなので、9時前にはね、着いちゃうんですよ。それってちょっと早いんでね、まあちょっとここから時間合わせていきたいと思います。さあ、では2箇所目もうペペッと、はい、行っちゃいましょう。では、はい、次は10時半かそのぐらいだと思います。はい、2時間後。ではでは、ペペッとやっちゃいましょう。さあ、今ね、富山の2カ所目の卸が終わりました。ありがとうございます。はい、あれからね、1時間半2時間まではね、経ってません。ただいま10時ちょうど。はい、とりあえずね、お客さんのところにね、10分前ぐらいにね、入っていったんですけど、なんと、もう下ろすよって言ってね、はい、下ろしました。ありがとうございます。とりあえずね、
パッパパッパと半分だけやったんでね、下ろして終わりましたよ。てかね、にしても今日暑い。今気温が30度、もう半袖にしちゃいましたけど、次ね、はい、行くところのお客さんのところはね、長袖なんでね、後でまた着たいと思います、長袖を。はい、今だけ半袖後でね、もう一回上から着ますよ、長袖を。さあ、今ね、富山市の2カ所終わったんで、次ね、積み込みなんですけど、次はね、もう大体の積み込み場所は決まってます。はい、富山県高岡市からです。はい、いつもの通りです。ありがとうございます。ね、ほんと助かりますよ。ね、同じところの積み込みなんでね、まあ高岡市からのね、積み込みなんで、うん、まああとこっから15キロ、はい、いつものね、受付をして行きたいと思います。ではちょっと気をつけて行ってきます。はーい、さあお昼ご飯にしたいと思います。なんとね、今はい、12時ちょっと前です。なんとね、受付したんですけどね、うん、まあ順番待ちで待っております。さあ、もうお昼やし、ご飯食べてからね、はい、積み込み頑張りたいと思いますよ。とりあえず昼からあと何台かな、2台か3台、はい、待ってますからね、昼からの積み込みになりそうです。まあ確定ですねまあ昼からでもね、何時になるかわからないんですよね。今日のご飯はとりあえずこれね、今クルトン、はい、手作りクルトンを入れました。まあ、クルトンってもパンをね、焼いた感じですけどね。はい、今日のご飯はこれです。食べましょう。はい、じゃじゃーん。はい、これ厚揚げの豆腐ステーキ風、あとこれ、はい、焼きとうもろこしに、これね、ほうれん草とわかめの、はい、中華炒め、まあシーザーサラダと、あとこれ、じゃじゃーん、これね、妻が新聞の切り端で、なんかあの、何ですか、切り端というか新聞でね、なんかあのレシピが載ってたんで、なんか作ったよって言って、なんか台湾料理になるんですかね、これルーローハンっていう食べ物らしいです。さあ食べていきましょう。今日は待機中にご飯です。あとシーザードレッシングもねかけて、はいと。さあ、ではいただきます。まあ今日はね、甘くなかったですね。午前中詰めるかなと思ったら全然です。クルトンもサクサクで美味しいです。厚揚げも美味しい。さあ、問題のルーローハン、うまい。ではいただきました。さあ昼から頑張りましょう、積み込みね。あとね、
2台か3台なんで、何時に終わるかな。まあとりあえずね、今のところは1時間半ぐらい待ってるんで、最悪4時間あげれればな、いいな。ね、ではちょっと待ちましょう。では後ほど。さあ、はい、高岡の積み込みが終わりました。ありがとうございます。ただいま、はい、3時です。結局ね、4時間経ちましたね。積み込み自体はね、早かったんですけどね。積み込み自体も10分とかね、15分とかで終わったんですけど、それまでが長かった。なんとね、トラックがめちゃめちゃいました。しかもね、あれからね、自分 2,3 台待ってますってね、言ってましたけど、そっからね、昼になってから、はい、なんと横持ち部隊が入ってきちゃったんでね、それも待ってで、待って待ってやっとったらね、もう4時間はい、休憩しちゃいました。まあ無事にもう4時間も休憩取れたし、でおまけに積み込みも終わったし、はい、今日はもうこれで終わりたいと思います。まあ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 、まあ、いつも言ってますけどね、まあ待たされるんならね、もう4時間休憩 しちゃいましょうね。今日は良かった。なんか中途半端にね、昼からはこれ絶対昼から積んだらね、呼ばれたら、うわー3時間とか中途半端やなーと思ったんですけど、まあ、ちょうど良かったですね。横文字部隊がね、2台プラス2台ぐらい入ってきたんかな。うん、良かった。おまけに、まあ、ついとるっちゃついてますね。下手にね、その3時間半とかそのぐらいで動いちゃうとね、もったいないって思いますからね。まあとりあえず、まあ、4時間休憩できたんでね、バッチシです。バッチシ。さあ、あとはね、ぼちぼちと帰ってきます。さあ、ではね、今回はここまでにしたいと思います。はい。ではまた。ちなみにこれ明日愛知県小牧市で降ろします。はい。